ました。改めまして、和田アキ子です。日本放送の柿穴忠史です。アッコのいい加減に旋回、日本放送の制作でお送りしています。この時間からは新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。はい、よろしくお願いします。12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナー。電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方は、ファックスとメールの方、お名前と住所と電話番号をお忘れなく。そしてラジコでお聞きの方は、ラジコで聞いていますとお願いします。受付電話番号は東京 03-3211-3222。電話は東京 03-3211-3222。ファックスは0570-021242。そしてメールアドレスは akko@1242.com。akko@1242.com でお待ちしております。はい。続々いただいておりますメール、ファックス。はい、15歳のジェシカさんからいただきました。はいはい、私はよく英語の発音で、はい、I will show you I will show you、はいはい、I will show you が、はい、I will show you 醤油に聞こえる。醤油が醤油、お醤油の醤油に聞こえます。あ、いいんじゃないの。それは醤油でいいんですよね。醤油、なるほど。そういう風に聞こえることをなんか妙に楽しんでます。あ、なるほど。そういうタモリさんの空耳アワーみたいな、ははああいう感じで日本語になんか聞こえる部分を楽しんでいると。ああ、それは面白いと思いますよ。私ね、すっごい意識しだしたからメロディーが持ってこないもんね。もう要するにもう TH とか T とかね、 R とかあるとそこに来ちゃうとドキドキするのよ。で、耳でそのまま聞いてて、そのまま言ってる方がすごいこうリズムには入りやすいとか、はいはい、そう聞こえるってのいいんじゃないかな。それこそアッコさんが10代の頃はいわゆる耳コピで、そうそう、何を歌ってるか、まあ、どんな発音かということよりも、だって歌詞カードがなかったから LP とか。あ、なるほど。そうなんですよ。そうなんですね。あ、面白そう。それそうですね、空耳英語というかね、うん、で、コシモさんは、はい、で、アッコさんの先ほどの、まあ、フライ、はい、鳥が揚げられている、うんうん、爆笑ですと。あ、そう、ね、はいはい、美味しく揚げられたら鳥もたまりませんねと。本当にバーバルさんを呼んで英語教室をやってくださいと。あ、なるほど。で、東京オリンピックまでに、はい、アッコさんの英語が上達していく様を、マスターしていく様を聞いてみたいです。そう、みんなもリスナーと一緒にね、はい、勉強できたらいいと思わない？そうですね。私ね、本当にね、 NHK の英語講座とかあるじゃん、はい、あれ何回も正直言ってマネージャーにお願いしたんですよ。そんなのやっぱりダメで、アコさんがちょっとってなんか出演をですか。そう、勉強したいからさ。それなのにスマホの方になっちゃって、まあおかげさまでだからスマホも使えるようになったんですけど、初めてのスマホ。スマホなんてボタンを押すとこから始まったからね。電源ですよ。電源知らなかったもん、あそこが電源って。あれすごかったですね。ねえ、第1回のテーマ、藤岡さんを読むな。藤岡弘さんとアコさんの、はい、生徒役でね、はい、第1回目のテーマが電源を入れよう。なんか東京オリンピックっていうのがあると、やっぱりそういうのに向けて勉強したいってのあるよね。ありますね。英語はやっぱりいっぱい来ますよ。ジャリミチさん、はい、移動中ですがどうしてもメールしたくてメールしますと。 ありがとう。うちの31歳の娘が、はい、3歳の頃、はい、子供向けの ECC ってありますね、はい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 、でお名前はと金髪の先生に、はい、女性の教師に英語で聞かれた時の答え、はい、マヨネーズエリなるほどね。マヨネーズエリと答えたら英語の先生は爆笑してました。でもちゃんと通じたんですよ。つまりエリちゃんは、うん、My name is をマヨネーズって聞いてたんです。かわいいですね。あのさ、これリスナーの皆さんもいっぱいくださるのはいいんですけど、空耳アワーじゃないんですよ本当にタモちゃんがやってる。そうですね、うん、でもちっちゃい頃から英語を教える、今インターナショナルスクールもね、なんかみんな行けたりしてるから、うん、英語って重要なのかもね。だってみんな勉強して、うん、どっかみんななんか挫折感を味わってるところあると思うんですよ。だってね、アメリカの友達聞くと、日本ってなんであんな文法難しいことから入るのとか言われる。あ、やっぱそうなんですか。うん、だからよく会話読めたり、はい、書いたりできるのに会話できない人いるよね。あ、そうですね、うん、だから筆記試験は強いけど、そういざ目の前に外国の方をした時に出てこない。でもテレビなんかでたまに見てると
れそうな旅館だったのが、はいはい、なんか立ち直しただとか、はい、お客さんが増えて、そうそう、であと田舎の方のこんなとこ誰が知ってんのっていうところ、外国の人は一回行ってなんかこうやっぱりツイッターするらしいの、ここはいいとかね、それが口コミで、日本の良さとまた考え方が違うじゃない、そういうところで英語でちゃんと答えてらっしゃる、すごいですね、古くて日本っぽいものが外国の方に受けて、そうそう、片言ではあるかもしれないけど通じる、通じてるんですよね、大体向こうの人はあの通じようとするのがあるよね、はいはい、あの日本だと、まあ、例えば Excuse me とか言われると This is a pen みたいなさ、ごまかしちゃう、はいはい、のあるじゃない、だから本当にコミュニケーションを取りたいという意識が先にあるかどうかってことでしょうね、向こうはね何か分かってくるようとする、この番組でも何回でも言ったけどちょっと話それるけどね、あの前の旦那と初めての新婚旅行の時に、はい、あのロサンゼルス行ったんですよラスベガスとかね、であのこういうのはね女性があのちゃんとあのエスコートしてもらわないとダメな国だから、はい、荷物も持ってくださいよってとか言いながら、でその時私英語もまだちょこっと喋れたんですよ当時は、はいはい、まあね、一人でやってたんだけど、で朝ごはんの時にあの、まあ、どうしてもその卵料理が食べたいと、そのね目玉焼きね、それはサニーサイドアップって言ったり、サニーサイドエッグアップなんだ、うん、アップなんだ、サニーサイド、あ、サニーサイドエッグ、サニーサイドって言ったり、なんだったっけな、今ちょっと出てます